ではまず最初にあらすじの方を教えてください。はい。とある家族あるとはなんだっけとある問題を抱えたまま離散した家族が不思議な再会の仕方をして、うん、で。ここから家族それぞれが起こす反射の形の話です。そのある家族のそれぞれの反射の形を取った位置、ある家族のある家族のそれぞれの反射の形の話です。それは何か具体的なモチーフがあってそれを作ったとかいうのではなく全くこう自分で考えられたんですか？あ、自分で全部じゃあ想像の世界を映画にしたっていう。そうですね。そうなんですね。あのタイトルの襟売ってよっていうのにすごく大きなインパクトを受けたんですが、なんか襟を売るっていうことに対して何か特別な思いはあるんですか？特別な思い、その自分の中で考えた意味みたいなものはあるんですけど、あまり言いたくない。言いたくない。いや、そう、うん、言わないでいこうと思って。あ、観客の方にそれぞれ感じてほしいというか、考える人がいたら考えてもらって、気にならなかった。そのまま、はい、ありがとうございます。この作品を作るきっかけは何でしたか？あ、なんか今私話してて聞いてくださってると思うんですけども、はい、うん、その時に今いきなりここら辺にこうイルカがバーって出てきたら、そのそっちに持ってかれちゃうっていうか、はい、私自身もその、はい、聞いてくださってる方が、そうですね、それってなんだろうなって思ったりその、うん、反射的にっていうか、こう何かが起こってそれで状況が変わってしまうっていう。そうですね、その状況が変わる、うん、それって何なんだろうなと思って、その反射って私は思ってるんですけど、それが疑問で、その時は作ろうと思った時、うん、それがきっかけで撮ろうと思いました。そこからこの映画が生まれたということですね。はい。では続いて、作品を見る方に注目してほしいところなどはありますか？と、その家族出てくるんですけど、はい、その起こったさっき言ってた現象によってその人たちがどういう反射をするのか見てほしいですね。あと無駄なところ、なんか無駄人によると思うんですけど、どこら辺が無駄かっていうのは、その無駄なところを見てほしい。すごい映画自体が独特な世界観だなっていう風に感じたんですが、その役者さんとそのイメージの共有といいますか、それはどういう風にされているんですか？共有、もともとその人、役者の人自身がいいなと思ってお願いしたので、割とそのままでで、お願いというかそのままで、そのまま曲も読んで見てもらって、それで自分が、そのままでそのまま見てくださいっていう。でも割と、そうですね、はい、じゃあ最後に観客の皆さんへのメッセージをお願いします。はい、じゃあ、初めまして、
エリウッテを監督しました大河原めぐみと申します。メッセージ。東京学生映画祭でエリウッテを含めいろんな学生の監督の方が楽しく撮った作品があると思う、流れスクリーンに流れると思うんですけど、はい、ぜひ会場で2日間いろんなものがいろんなものに出会えると思いますし、いろんな景色が見れると思いますし、はい、それを見ている人